きなつか前線を張りながら、そしてここでアリアのフォーク、一気にリキャップの体力、さらにはソウルの体力を削ったが、このタイミングでシークレットが後ろからエンゲージ、コントロールワードを破壊しているところにグラシアルタスから入っていったリキャップ、しかしエレメントの力をうまく生かして、さらにはテンプ剣弾はツーマンスターン、テレポートで駆けつけるきなつ、アリアうまくブリンクアウト成功ですが、インペイル連れ去られたのはエビだ、トゥルショットバラージ横から入ってきているかも、凄まじいダメージを出せ、きなつが対処に当たる、前で前線を張りながら、しかし横から入ってきたカズ、うまくゾーニングをして、カズがダメージを受け切っている間になんとかダメージを出したユタポン、そして横からアリア、ユタポンはまだ生き残っている、そしてここでアリアの叩きバースト、さあ一気に人数を返していくが、飛んできたぞアリア、本心手裏剣で一気に人数差逆転していくのはデトネーション効果的に、キラクフラッシュアウトですが、アリアフラッシュインから持っていった、ただ後ろから来るぞ、後ろから来るぞアリア、ショックウェーバーパローに、いやー一発で終わりよ、そしてフェザーストーンも使いますが、あと一発ボールが怖い、なんとかエースがカバーする、ハローは逃げようとしますが、そこに追撃が入るか、減っていくのがラスカルでした、ここから逃げられるか、さあただここで反転でアリアが前に出てきた瞬間ダメージを出していきますが、引くことに成功、相手を引きつけながら前に出たハチャメチャも絡めと手の2対1、まだ行くのか、イグゾーストをもらいながらターンダメージをもらうのはスティール、そこに家臣にオートアタックが届くのはアリア、なんということだ、エース獲得デトネーションをおかずに、フラッシュインカズ、ただフラッシュアウトで距離が届きませんが、ここでストップウォッチ、さらにはアルケミーが一旦前に出てフラッシュアウト、家臣が前に出てボディスラムからのストップウォッチからの英雄降臨ではありますが、バックラインを狙っていたのはデトネーションおかずに、ミランはもう完全に集団戦に入れるポジションではありません、さらにはネイフン遅れたか、というのがさあ、いいフックが入った、ただそこからのアンコール、4人に決まった英雄降臨、カウンターするもののどうにもならない、ダブルキル獲得はエビ、そのまま冠水によってのビグ、あと一発でさ、ここは届かない、しかしここでタッスルに狙いを絞って、おっとここでアリアがフラッシュインから攻撃を届かせてゼニットダウン、ただしミニオンがやってきてないのでタワー下に逃げることができないと、ただ前に出てきたダッシャーをうまくかわして引き込んだ、エイフマーキーとワンスが孤立した、そしてここでエビのボディスラム、ここはエイフマーキーフラッシュアウト、そしてワンスが捕まった、おお、そしてアンコール、ジャームが2人に決まってやりたい放題はスティールだ、強くステップで避けた、まっすぐ下がっていれば止まっていたでしょう、ただしここでブレードコールのスネア、そしてここでプラウドがエンゲージを狙ったらしい、ユータポールにはどうだ、届いてない、アンコールのカウンターだ、前線が身動きできず、ここでうまくショックウェーブガリアル綺麗に返したものの、そこに受けていたので気持ちとしてはやはり左上に逃げたかったわけですね、そうですね、アリア、テレポートからアンコール、歌声を響かせ、ガリアル捕まえ、ショックウェーブは華麗にかわす、オートアタックは届いている、おっとトップレーン、エビ無理やりリバーに合流、ただ体力はこれは減りすぎた、オーリを使ってからのアンコール入って、身動き取れずやるという選択がどうなのかというのはありますが、切り替えそうですかね、そうですね、ミッドに姿を出してウェーブをプッシュ、そしてボットサイドに流れていきます、おっとただパドルスターが入ったのを受けてユタポンがキラーボイルから飛び込んでハニーを一瞬で持っていった、でも不屈の意志で対応します、メグミがデスレを放ちますが、ただユタポンのイカジャーの雨のダメージがかなりメモに入って、そこをきっちりとアリアが持っていく、強調するというところですね、さあスリーパックバー、またしてもコーグレットに入った、これでゾーニングをしていく、そしてカズがフェロマンシーから次期乱流、ホグレットを捕まえた、エビはその間にエンマコを使いながらの3人をゾーニングしている、冠水、さらにはユタポンのキラーボイドでバックラインへ、一気にトリプルキル獲得はユタポン、ここで仕掛けていってスタンが決まった、横からカズのエンゲージも相まって、そのままガンゴがデッド、クラッシュがアリアを狙ってはいますが、ギリギリ逃げ延びることに気づいたが、どうだ、うわースティールだ、クラッシュバロン獲得、無理をしたのでそのままデッドするか、いやそれでも守りきってはいましたが、ここはエビが逃すまいとアルティメットで飛び込んでリーチキル獲得、バロンピットの中ユタポン立ち回りながらの集団戦、そこに飛び込んでいくのはガンゴですが、これはやりすぎた、孤立してそのままガンゴやられてしまいます、そこに対してパズがメガナになろうと港たりしり殴った馬のゲージがたまらない、それでもここでユタポンを倒し切ることに成功、一度逃げることができた、そのまま倒したバロンバーがまだ継続中、ショーストッパー2人に叩き込んだのはエビだ、そこからのヘイメイカー、ガンゴはステップを踏みはするものの体力が持ちません、ユタポンが飛び回る、ゲームアーリア無敵の状況、ラムネヤノハードを打ちましたが仕留め切ることはできない、残されたのはパズ、ただユタポンのダメージが凄まじいが、フックショットのスタンは素晴らしいものの2対1ではさすがに勝てない、そして後ろにテレポートラムネ決められるか、いやー前のエンティーを狙いやつ冷静な判断、ヨードルグレネードのエンティーさようなら、そしてラムネに対してもアリアの対応完璧だ、ただイグナイト、いやしっかりと生き残った、
エビはプースコゲージを貯めたい状況か。ショーストッパー、そしてこれに合わせてのパラノイア、足元グラビティフィールドですが、ユダボンキラーボイルから回り込んでイカジャナメ、エビがまずスキルを取った。さらにはアリア裏に回り込んでいるぞ。スネアでここを捉えて全く何もさせない状態、プースコゲージは溜まっている。メガナ2人にスタンを入れて、ユタポンが後ろからダメージを出し、そして横からアリアがフラッシュイン、エヴァフロストを生かしながらダメージ返していく。スティールがライナー、さらにはメガナ状態のエビが突っ込んできて、カズが前線を張る中で後ろからダメージを出していくのはアリア。デトネーションフォークスミスキル獲得、さらにはスタマジンスタンをまたアリアが決めた。合わせてユタポン、まずはここから打ち取っていった。後ろからドーニングシャドウでのカバーはハローではありますが、エビがその間にタワーナーゴロを受けながら、さらにはユタポンがキラーボイルで合わせてアリアが決める。アリアレジェンダリーダブルキル。さあベースへと逃げ帰るエース無人。それによって見えてしまうがアリアのポークスリーダブルヒットした、ヒットした。さあ当然狙いに行くユタボ、これで3キル目。さあ 5v5 にらみ合い集団戦になります。フラッシュイン、ダブルノックアップ、ユダボンがそこに入っていく。フラッシュアウトで壁の向こうへ、ブラバーがそこについていこうとしますが、ここはゾネル対応。いやその間に図面が1キル獲得。さあもう一度アリアのポーク、そこに合わせてユダボン1キル。さあ 4v4 という展開ですが、ソーラフレヨーエビのメガンナッツ2人に入って3って止まっているのはマージ。あーさらに後ろからアリアが打ち抜いた。レース獲得デトネーションオーカスピートリプルキル獲得はアリア。これでカズ選手の時間といったところは、スリップアブル狙いにいく。スティール、すごい走り込み。そしてユタボンロケットジャンプから狙っていくのはビルであります。バスターショットダメージはギリギリ足りなかった。サンカーンが寄ってきますが、ここはタルのダメージはヒットせず。ありますか、レゼンリコールして体力を回復させてという。うおー、もう一度スリップアブルヒット。ミッドレーンをプッシュして集まってからバロンへというルートを取ってくるか。アリアがそのツールをカット、カンにダメージを入れる。前に出ることができない、メガが非常に怖いな。終わったタイミング、初めてのキック、アリア手前に飛ばせず、飛ばすことはできませんでした。上に飛びました。その間に1キル確認したの、デトネーションを確認。さらにソーラーフレアからアリアが爆発、2キル目獲得。デトネーションを確認、ゼルスプレートでソウルを捉えたのはデトネーションを確認。さらにアピラ、重すぎる。残していました、フラッシュアウト。アリアのサドルサッパー足らず、ただスリップオープルがヒット。リフトヘラルドを栄勝し、もう一度闇の波動のスタン、ただシークレット前に出られない。ダイブのような形ではなく、逆にデトネーションガスが勝ちそうではありますが、さあフラッシュインで入った、始めた。いやただイグゾーストダメージ足りず、アリアはフラッシュを拾っている。逆にキルを持ってのデトネーションガスに仕掛けたのはラスカルジェスターではありますが、さあもう一度スリップアブル、フラッシュアウト。そこにスティールが寄ってくる。さあ人数差はこれで逆転となるぞ。うまくリキャップステップでジェニスプレーで受けての魔力の本流ではありましたが、ストップウォッチが残っていました。そこに合わせるのはスティール。なんということでしょう、3キル獲得デトネーションフォーカスミー。スマイトははちゃめちゃあります。スマイト勝負か。ただミッドレンでのワンボイワン、アリア判定してフラッシュイン、ファーストブラッド、ソロキルアリア。アイノが寄ってきますが、まずは1キル取ったのはエビ。ノックアップはコーグレットは、これはうまくハードブレーカー使って避けたでしょうか。ショーンストッパーは空振り、そしてハニーの壁ドンによってエビ動けず、ユタポンが一度前に出て、そしてアウト。いやこれでホーグレットデッド。ハニーがそれでもずっとダメージを出していますが、エビが耐える。その間にダメージを出していたのはアリアとユタポンでした。そうです、ハニースタンから先陣のエイバさらに追いかけていく。タワーダイブですが、アリアここにインクライザー合わせる形。ショーストッパーで前に出ていくのはエビですが、しっかりハニーを捕まったと思いきや、フレンズを解除してフラッシュアウト。いやただそこにはアリアがテレポートでやってきていました。ハニーレッド、そしてドラゴンはどちらが取ったか。デトネーションオーカスミーが取りました。その後の行動、スティール追いかけていくのはアクシズです。ここは倒すことには成功しています。ゲンがジェニスブレードから競争局、スネアになって横からアリアが来る。やはりこのギャリー2人がデトネーションオーカスミー生き残るんでしょうか。いやーこれはしっかりでも止めました。さらにはタワー下に押し付けることに成功している。これはもうエビはデッドする形になるでしょう。その間にアリアが暴れてはいます。メグミがなんとか抑えようとしてはいますが、ゲンの仕掛けからアリアのコンボ、これがいかずら。さらにはフラッシュインからの先陣の刃。でも、もう先ほどストップウォッチを使ったので使えず、まだ暴れていくアリア。それに返してパラノイアですが、ラッシュ判断成功。マウンテンソウル獲得は V3 スポーツ。さあただこのタイミングエンゲージ入ってデトネーションを動かずにハロー打ち取ることに成功しています。さらにはスタン無人の動きを止めている。さらにはその奥でエースを捉えているのはアリアだ。ここはメインに返しています。ゲンはたまらずクラッシュアウト。スティールストップウォッチで繋いでもいますが、その後のダメージを取る。いやアリアが後ろからやってきて、ハーニーを手前に吹っ飛ばした。ただエビは十分余裕がある。
バロンラッシュか、バロンラッシュだ、バロンラッシュだ、バロンラッシュだ、リアのスティールだ。バロン獲得、デッドライン、勝負が済み、そしてパワースルーで一瞬でナップがダウン。ゲンに対してフックが捉えて、その間ミラがなんとかダメージを返すことができたが、バックライン、バックライン、バックライン、スティールというザボンが入ってきて、もう CG は陣形が保てません。ゲンに対して CC 入った、ただし横からアリアがダメージを与えられるか。ガンゴに対してチェインが入った、エビも横からプレッシャーをかけてくる。さあただデッドネーションコスミンのゲンをこれ打ち落とすことに成功。そしてクラッシュに対してびっくり箱だ、英雄降臨。そこからのカウント2は決まってはいますが、ストップウォッチは使っているラムネは完全に孤立。ただクラッシュアウトから CC を与えることはできていますが、アリアのダメージ止まらない。ネモがしんがりだ。さあ次期乱流から仕掛けていって、メグミン捕まったショックウェーブ返してはいます。さあスタンで捕まってそのまま落とし切られてしまった。シャットダウンを獲得は愛の、なんとかユタポンを倒すことに成功している。これ飛び込んできたホグレットですが、スティール落ちないか。いや、ここで落とすことに成功。ただしここからは3対1の状況。ボールジャンプから追撃はエビだ。ユーヒョン狙いに行く、ショーストッパーで掴んでユーヒフラッシュアウト。そこにゲンがスキルをきれいに合わせて最後アリア、パワーダイブ成功。キルはエビに入ります。そこにガリガリが寄ってきますが、ランタンが、さらにはスネアはアリア、アルティメットの離脱。トルクベルトル、これは届く距離。汚れの連鎖で距離を取ったが、その夕日めがけて一直線。裏からアリア、レイファキそれを読んでいる。ナーでなんとかディスエンゲージして、さらにはそこにソーラフレアを合わせていますが、ナイスフックだ。ゲンスリーマンスレーフレイも決めています。クラウドフラッシュアウト。いや、ここがチャンスと判断しています。デトネーションオカスミフラッシュを押し、ディゲップは外に逃げることに成功。ハチャメチャはドラゴンピットの中にはいない状態だ。アリアがしっかりとソウルに食らいついて、そのまま落とし切ることに成功。ただハチャメチャがドラゴン獲得に成功だ。アリアを囲っているのはラスカルでした。ただこうしっかりとクラッシュを使って逃げてはいきましたが、シークレットのデリスベルト届いたんですが、追撃ができません。横から走り込んでるゲッ、うわー、ファイブマンノックアップだ。そのままユタボンフリーの状況でデトネーションオーカスミがラスカルジェスターに対して突っ込んでいく。メガインフェルノボムが決まってスティールを打ち取ることが成功していますが、シークレットがスタンを当てたもの、エビはそれでは止まらない。リカップもこれは逃げるしかありません。これがゲン、これがゲンだ。これが見たかったゲンのプレー。あれだけ警戒されている中、なんで5人に当てられるんだっていう素晴らしいプレーでしたね。そしてあートーボラス当たった。はちゃめちゃ守れません。そしてタワーダイブ、はちゃめちゃのついでにいただきだ。ダブルキルアリア、精霊の旅でもありますから、そこをどうやって生かすかですね。さあジャングル、いや素晴らしい、2人に当てた、よーっと2人に当てるアリア。勝っていたはずの集団戦戦国ゲーミング、いやただ振り返ってみればデトネーションオカスミが逃げる獲得、テレポートで代用しますが、すぐさま囲まれる。ガンゴに張り付こうとしているのはアリア、フラッシュインですが、ガンゴもフラッシュアウト。そしてうわ飛び込むか、飛び込む、ワンツリーマノックアップ。キル獲得したのはデトネーションオカスミ。泉から戻ってきたクラッシュがなんとか1キルは取り返したものの、もう1キル取れるか。さあアルティメットでもう1キル、そして魂を拾って無敵。いやエンティもナイスなんだ。ただスタッシュクラッシュこれ以上暴れることはできませんでした。4キル獲得したのはデトネーションオカスミ、そして獲得です。おっとおっと、ただはちゃめちゃと、これスナイプがない上にアリアがキーキャップゾーニング。さあ2分の好順位になりました。ただスティールはレベル4だぞ。フラッシュアウトしつつスネアを決めて、そこにフォーカス集めていく。スリップアップも入っていますが、ファーストブロック獲得アリア、あーそこにエビが来る。がゲンがシールドを張る。あっとエビはパワー下へワッポータルから、いや5人がデトネーションを勝つに、ここにいるぞ。アウターは折っていないんですが、1キル獲得したのをスティール、さらにはシークレットストップウォッチで時間を稼ぎますが、当然フォーカスされる。いやただアリアのスネアからのフラッシュイン、そこに合わせてのソーラフレで返しますが、ゾーニャがある。そしてボディブロックのゲン、テレポートでキナツが狙っていこうとしますが、アリアに届かない。ソラリのシールドで守りきった。二丁走者ゲンを削りに行く判断です。 UL 裏からアリア、すごいバースト。え、キル狙うんですか。え、アリア、そんなバカな。アリアが本当にパークスのゲームを、クローラクローカーのスリップアップを呼んでいます。アリアただ拾ってるのはパークス、ダメージトレードだったらアリア勝っています。 EQ 両方とも行きました、素晴らしい。これがアリアですよ。いやまたしてもこれがアリアなんですよ。バレットタイム、ここはほとんど当たっていません。ウェーブをクリアするためのバレットタイムでした。ただ次のウェーブ到達、エルダードラゴンあと15秒あります。その間にネクストタワー一本ショーストッパーで仕掛けていって、エビがいい仕掛け、さあ1キル取った、なんと爪を落とした、爪を落とした。ユダボンダブルキル、ユダボンダブルキル、エルダードラゴンの方向によって爪キル取ったのはデトレーションオカスミ。ネクストタワーかーい。
すぎる。やりました、やってくれました。クローザー2キル獲得。ここフラッシュがない。ミッドレーンではソロキルあるんじゃないか。アリアソロキル、あっという間のバーストでユタポンを打ち取った。さらにはコラテラルダメージをゲンがもらって、あと一撃というところも見逃さずに FBI から。前に出過ぎたところをスティールリュウの怒り、さらにアイブのメガが間に合った。アイブラ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 イブ、アリアも合流してくるぞ。後ろに入っていってフリを打ち取った。サムネがただ強いか。アバ投げとエビの 1V アバ投げ、ないか。アリアが寄っていって、そこに強勝飛んできた。ゴールドカードも引いていますが、ここにスティール、ダメージかかっている。ラッチ当てた。ゴールドカードはスティールが食らっていますが、素晴らしい乗っ取った竜の怒り。アリア、そしてこのピットレーン、ミニオンへの飛んでワードブリンクをしようというところ。アリアはすぐさまフラッシュアウト、そしてゴールドカードでの開始。おお、これでアバターゲのフラッシュも取りました。狙った。ディスティニーでタワーダイブ、ゴールドカードからバレットタイム、そしてまたアリアのキルになります。あー、カメラプレッシャーをかけてレンを楽にしようとしてます。ミッドレンの、おーっと、いったソロキル狙いだ。スーパーブルフラッシュを持っている。パドルさん決まった、ソロキルだ。いや、これスティール選手の全力見事ですよ。